アメリカの小学校で先生が生徒に聞いた。今から有名人が誰のものか答えられたら、ご褒美に明日学校を休んでもいいわよ。先生はそう言って名言を言った。夢見ることができればそれは実現できる。ある生徒が手を挙げて言った。ウォルト・ディズニーです。正解です、キム。明日はお休みね。でも先生、私は韓国人で教育が大事です。なので明日も登校させてください。了解よ、キム。では次の問題。民主主義とは人民による人民のための政治である。今度は山田の手が上がった。インターンです。正解よ、山田。休みを楽しんで。いえ先生、私は日本人です。私たちも教育が大事なので明日も学校に行きます。この移民どもめ。突然後ろから声が聞こえた。今叫んだのは誰？先生は大声で聞いた。ドナルド・トランプです。それじゃ先生、また明後日に。